ヘディングの練習ヘディング練習、やべ、家主に見られた、すいません、すいません、やべ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 、お前家主だ、家主だ、丁寧な家主だ。こんにちは、丸米です。ここからキッチン集結ということで、今日はノンタイトルのチームメイトのメンバーに集まってもらいました。よろしくお願いします。まあ、簡単に、ヒカルさんと朝倉みくるさんの番組、ノンタイトルっていうところで出会った人たちです。そんな感じです。確かに、仲間です。はい、ということで、まあ、多分ノンタイトルを見てくれてる人がほとんどだと思うんで、番組内の裏話とか、あのシーンは実際どういう気持ちだったんですかみたいな質問とかいただいてるんで、この辺に触れていきたいと思います。お願いします。よっ。じゃあ、何からいきますかね。いきなり言っちゃっていいですか。はい。まあ、一番多かったのは大輝くんとサータンの恋愛的なところ。あ、ごめんなさい、事務所 NG です。いや、いねえだろ事務所。そうですね、そこちょっと軽く触れていいですか。まあ、ファーストインパクトが良かったってことですよね、お互い。あ、インプレッション、インプレッション。急に英語使うから無理に使わないよ。すいません、無理にあの横に使っちゃいました。あのままっすよね、ストーリーのまま。本当にストーリーのまま、うん、そうですよね。大君、いい申し立てはありますか。あ、弁明はないです。あ、ない。おー、なるほど。でもあのまま、あ、でもね、はい、あの一個あるのがさ、俺一回サータに怒ったシーンあるやん、あのリビング、あのカウキッチンでサータに撮って、はい、でさ、あの後さ、和解してるシーン撮ってるやん、うん、あれないじゃん。あれなくて、サータに対して振られた腹いせがあいつ怒ったんじゃねっていう動画が作られてるんだよ。 あ、そうなんだ。そう、俺なんかこのシーンをねぐらいですね。あのままです。はい、ストーリー通りです。え、プレゼントでチューっていうのはもう今自分の今までの人生の中で積みたものなんですか。あれはいつもうまくいくんですか。あれは、いや、正直初で、初だね。ああ、初だし、初だね。そうなんだ。ちょっとあの相談をしながらどうすればいいかなって。ただなんか正直カメラあるの分かるわけじゃん、うん、だからなんかもう0か100しかない、50なんておもろくないじゃん。なるほど。で、100であれにやりました。おお、すごい。何か恋愛っていうのはあったんですけど、まあ、その後別れてからも別にね、仲良くはあったんで、別にあれが大輝くんが腹いせで怒ったとかではないっていうことで、そうですね、はい、大丈夫です。でもよかった、まあ、一緒に住んでれば恋愛もあります。ありますね。あとは多かったのは、まあ、そうか、ニコちゃんが来たタイミング、みんなの印象みたいな、みんなこうニコちゃんをこう、いや、チームにはいらないですみたいな感じだったじゃん。その時のニコちゃんの来た当初の気持ち、だ途中参戦だからさ、多分みんなとはもうちょっと違う気持ちで来てると思うんで、うん、その辺も言った後に僕らがそれをどう受け取ったかみたいな感じでお願いします。いや、もうとにかくみんなのオーラがもう受け付けませんみたいな感じで、どっちも、うんうん、え、私なんかなんで呼ばれたみたいな感じが正直な感想。はいはいはい。でもあの時結構私待ってたじゃん。そうですね、1日半ぐらい、うんうん、確かに。でなんかそう、みんなとすれ違ってもなんか結構なんかふんみたいな、ああ、なんか あんまりこう関わんない方がいいのかなみたいな感じだから、はいはい、なんか人間性をどういう風に見て決めればいいのかっていう要素も本当になくて、うんうん、だから SNS でみんなのことを知るしかなかった。そう、ああ、そういうことか。そう、事前情報やばかった。でやばかった。そうそう、拓哉君も途中だから何もないもんね。拓哉君は何て言われて呼ばれたんですか。エンでも俺はレッドチームに入る、旧レッドかに入るって決まったから、うん、あ、そうなんだ。でもさ、結果ケイタさ、どっちも最初受け入れなかったじゃん。拓哉君もリーダー変わるからってなった時にちょっと嫌ですみたいな感じでしたね。まあ受け入れないっていうか、その時は自分の劣等感しかなかったから、うん、そこにさらに能力ある人来て、あ、これ俺もう出されるんじゃないかっていう、そクビになるんじゃないかっていう、うん、あのメンタルでね、初日何も喋らんかったので、そうなんですか、うん、そうなんです。え、めっちゃおもろいですね。仕込み、うそ。ね、歓迎会してもらったけどさ、そうそう、最初の初日のケイタのテンションの下がり具合よ、やばかった。ドーンってそうなんだよね。私の時もやばかったよね。その時は、あ、そう、嫌いっていう方のやばさ。いや、この人嫌いだわと思って。ニコちゃんの歓迎会やったっけ。やったやん、キラキになったよ、ベロになった。あれか、そうだよ、朝までカラオケしたやん。そうあれか、そうだ、うん、でも朝までカラオケしてるから負けたんですよってコメントくると思います。でもやっぱり打ち解けるためにはね。いや、そうなんですよ、やっぱ飲み交わさないと。そうそうっす、なかなか普通に授業の話だけして人間的な距離を縮めるって、うん、
ね、難しいと思うから、うん、俺らのやり方はね、そう佐渡島さんに教えてもらったそうっす、佐渡島さんにねアドバイスいただいたんで、そう、ニコちゃん来てから余計結束固まった感じするよね。それやっていってくれると嬉しい。そうそう、マジで本当に俺もね、いつあのニコちゃんとこう交わったのかね、なんか俺がでも昼間昼間あれこれが本当の裏話あれ言っちゃうの実はあれ言っちゃうの交わった感じが頼むんだよ、夜な共にしてたしなプレゼンでね、そうっす、プレゼンでそうっす、そうっすよね、まあそうっすよね仲良くなったタイミングが、まあ、いまいち分かんないけど、なんか同じ方向さ向いてやっぱみんなやってったから、どっかでねなったんだろうね、分かる、どのタイミングで俺が一番離れてた時は分かる、一番離れてあのさ、なんかハワイアン料理みたいなお店でさ、うん、みんなで集まって行ったわ、そう、なんか会議しようみたいな感じで集まった時に、うんうん、まあ、あの時リーダーが決まってなくて、私は別にリーダーでもなんでもないのに、はい、なんかこういうことやったらいいんじゃないとか、ああいうことやったらいいんじゃないみたいなこと言ってて、いろいろケイタにさ、なんかあのお願いをしても、それに対して私がこうチャチャイばっかり入れるから、はいはい、もういい加減にしてよみたいな感じで言われちゃった時あるやん、はいはい、カメラには映ってないけど、そうだね、あん時にもうケイタが颯爽と帰っていった、みんなで、まあ、あのバイバイってしたけど、あの時も帰っていっちゃったのを見て、これは本当にいけないっていう時に結構いいパスはしてくれたのが大輝先生なんですよ。そうなんだ、ね、大輝君もそうか、なんかここをやっぱり仲良くさせようって大輝君も、あ、そうそう、すごいカメラに映ってないけど結構彼は面倒見がよくてそう、めちゃめちゃ優しいんだよね、割とここの間を振り持ってくれたりとかしてたんですよ、うん、懐かしいね、こう見えてこんな髪してるけど髪は関係ない確かにね、そうだな、懐かしいね、最初はどうなることかと思った、何もなんかビジネスの方向性とか決まってない段階でさ、うん、ブレストするとさ、もう絶対ぶつかるやん、うん、その時間、うん、そうだね、なんか決まってからの加速が早かった、うん、早かったね、確かに、めっちゃ行動力あるよね、みんな、そうそうそう、うん、同じ方向向くまでがちょっと時間かかったけど、ね、うん、同じ方向向いちゃえばね、あとあれだ、たくやくんが僕がお金使っちゃって怒ったシーンとかあると思うんですけど、あれ、仲良くなるのは 早すぎみたいな感じだったと思うんですけど、たくやくんはあのどういう心境で許してくれたんですか？許してないよ、まだ、おい許せよ、おい怖いなあ、でもじゃあ、怒った時は どういう気持ちですか？こいつマジやるって、こいつやっちゃったなってしか思ってなかったけど、でも俺もね、うん、金貸しちゃったから会計のあれで、うんうん、なんか自分にも火あったけど、でもあれいろいろカットされてさ、うん、すぐ仲直りしちゃって、うん、間さすごい時間あったのに、うんうん、ね、そうなんすよ、海辺で話し合って土下座もしてくれたんですよ、そうなんす俺はそう許してもらうために土下座したのに、土下座のシーンはね使わなかったっす、そうっす、いやだからそれもあってね、うん、なんかもうケイタの感情も分かってきたし、もういいやと思って叫べって言ってたマジで心広い、たくやくんがじゃなかったら多分僕ボコボコだったっすよね俺ら知らないからね、そうだね、許してもらったとかね、金貸したとこも知らないし、ああそうか俺ら気づいたら何が起きてるか分かんないなんか切れてんのもなって初めてね、あの時俺もたくやくんが切れると思ってなかったからさ、ちょっといつものテンションで行っちゃったじゃん、やべえお金使っちゃったんだけどみたいな感じで言ったけど、たくやくんガチ切れだったんで俺人生でもあんま切れないからね、まあ、そうだよね確かに、可愛かった、怒っちゃったんだ怖いわ、あとあれだ、ニコちゃんとナベちゃんの喧嘩みたいな、うん、シーンあったじゃん、うんうんうん、あの時は、まあ、サータンもそこの前にいてさ、あの大輝くんの悪口言ってたやつだっけ、あれ違うかそれは否定できない、否定できない、じゃあどういう話題を話してたら怒られたんですか、ナベちゃんに、うん、盛り上がってた、何で盛り上がってたんだっけ、まあ、大輝の、うん、あの挑戦大輝のプレゼント大輝のプレゼントの件について、うん、まあ、話してたんですよね、うん、俺もビビッとな、ぶつかる喧嘩っていうかさ、ね、うん、私もびっくりした、あ、まあね確かにやっぱ強かった、強いとかでもなんかそんな別に喧嘩するつもりもなかったから、別になんか勝ち負けとかじゃなくて、うん、なんでこんなことになっちゃってるんだろうっていう、いやでも一個言いたいのは、うん、あんな
に騒いだりとか普段したことは一回もありません。それだけは言わせてください。なるほどね。静かじゃんな、私ら静かです。むしろ喋らなすぎるぐらい。だからあれじゃん、ミッションさ、俺が勝ったじゃん。それちょっと嫌がらせしたかっただけなんだもんね、あれはね。本当にそんな思いはみじんも ないですね。二人でご飯も行ってる。聞いたマジゾッとしたもんね。なんでなんで俺何に企んでんだろうと。サータンの泣きすぎた件について。サータン、あの泣いてるシーンをピックアップされまくってて、もう毎日泣いてるみたいになってたけど、そんな泣いてない、そんな泣いてないよね。俺らも3ヶ月いてずっと泣いてるイメージはないんだけど、やっぱ泣いてるのはやっぱり多分取れなかった人もいいんだろう。分かんないけど。でもなんか私が入った時に、さっきさ、みんなメンバーのこと分かんないから SNS でリサーチしたって言ったやん。ああ、でその時になんか入るかどうかの、まあ、何回もこれ言ってるけど入るかどうかの決め手になったのはサータンがすごい走ったりトレーニングしてて、うん、すごい頑張ってる姿で、しかも結果を出してるみたいなのを見て感動して、あ、この子と一緒にやりたいって思ったのも理由の一つなんですけど、嬉しい。なんかすごい自信満々の、あの印象から、私が入った時にめっちゃ自信がなくなったのはすごい印象深い。泣いてはいなかったけど、松田君が選べたらっていうのも気になるけど。確かに。ああ、そういうこと。確かに。確かにな、それは考えたことなかったけど、まあ向こう、なんだろうな、実業家として、まあ、小江くんはもうズバ抜けてさ、うん、いろんなビジネスやってるから、うん、そこと戦いたいっていうのはあったから、うん、どちらにしゃべっとには入ってたとは思う。かっこいい。でもさ、チームシャッフルの時もさ、ぶっちゃけ選べたじゃん。まあそうだね。サーダンとだって大君2人になるかもしれなかったもんね。あ、カットしてたけどさ、だいぶ。そう、ね、あれやばい。あれの裏話長いよ。そう、あれは、ね、使わないでください。あそこの時間がクソ長かったから。うん、だけど、タクヤ君はマジでね、レッドに来てくれたのはマジでかっこよかった。うん、まあそんな感じですね、ノンタイトルの話は。で、まあ僕たち負けたわけじゃないですか。そうです、僕たち負けたんですけど、これからみんなが何やってるか気になってると思うんで聞きましょう。大輝くん、これから何やっていくんですか。これから、はい、俺ね、ケイタにさっきチラッと言ったんだけど、俺バーやってるって言ったじゃん、うん、ね、俺夜の仕事しかしたことなくて、うん、で、まあ今回なんかそのノンタイトル3ヶ月いろいろやってて、なんか自分に足りないものが見えた時に、多分これこっちの世界だけじゃ埋まんねえなと思って、うん、それで俺違う仕事しようと思って今それに動いてる。ビビるね。そうなんだ。とバーは営業してるし、別に、ね、バーの人間と縁を切ったわけじゃないし、ただなんかちょっと一旦修行させてくれみたいなスタンスで、おい、なるほどね。新しいことやろう。じゃあサータンの新たな道は何ですか。私は YouTube もやっていくこともするんですけど、うん、まあ、ダイエットとか運動、うん、ランニングとか筋トレとかそういうのを発信していって、なんかダイエットって結構みんなきついこととか、うん、なんかこうめっちゃ頑張らなあかんとか、うん、なんかそれで病気になっちゃう子とかもたくさんいるから、そうじゃなくてもっとなんかこう私を見て、ダイエットってそんななんかネガティブなイメージじゃなくて、うん、みんながポジティブなイメージで体作りしたり運動したりできるようにいっぱい発信していきたいなと思ってます、うん、素晴らしい。ニコちゃん、ニコちゃん、はい、私も無職です。おい、丁寧な無職。まあでもね、 YouTube はね、私もやってるんで、そうだね、で今まであのずっとルーティーンとかお部屋のインテリアの紹介とか、そうっす、ここニコちゃん家です。はい、我が家です、はい、そう、あのこういうお部屋のインテリアを紹介したりとかしてて、だけど今回この番組で、ね、私も腸活とかにすごい触れた中で、うん、まあ、すごい健康だったりとかに興味っていうのは深くなったから、まあ、改めてその腸活みたいなのをそのルーティーンとか習慣の中で実践していって、まあ、サータンとはちょっとまたライフスタイル系なんで、まあ、がっつり健康っていうよりかは自分のその人生を豊かにするみたいな発信を、まあ、していきます。それと並行していろいろお話とかも進めているのが、うん、まあ、企業さんとか そのブランディングのサポートとか、まあ、チャンネルの立ち上げとか、はい、そういうのも一緒にしているので、ご興味ある方はご連絡ください。おー、すげえ、やり手だね、ニコちゃんは。すごいね、確かに強いよ ね、自分で伸ばしてってっていう。もう少しで20万人。すごい。いいね。かぐやくん。
何しようね。おい絶対仲良くなる。YouTuber 目指します。おい頑張ってたんねえな。一番金持ってくるね。そうだよ。まあ、僕もずっと自分のビジネス、まだまあやっと2期目に突入したぐらいのタイミングなんで、まあ、これからまたその自分の事業にフルコミットして、まあ、もちろんスケールさせていくのはそうだけど。いや、懐かしい、待って、懐かしい。なんかみんながプーン、頭がボーンって。うわ、懐かしい。カタカタ言うね。カタカタ。自分の会社を100億円規模まで持ってきたいなと思って、まあでもスタートアップのいろいろその経営者コミュニティとかも入れてもらえるようになったんで、うん、このまあノンタイトルの影響もあると思うんだけど、だからまあそういったところ頑張りたいなって思ってるのと、ノンタイトル通じて今まで自分が絶対やらなかったビジネスを、まあ仮にも2つアパレルと腸活フードなんかやってみて、まあ、意外となんかこういうビジネスも面白いなって思ったから、なんかそこら辺で、まあ、俺はずっと事業をやるしかないけど、まあ、みんなと一緒にもしできたら嬉しいなって思ってるから、いつでも待ってるねっていう。おーやりてー、雇ってください。そうだ、だって平行でしょ。まあそうだね。じゃあ大輝くん以外はやることが決まってるということで、みんなそれぞれのなんか道というか、やっぱりみんなでやらないんですかっていう声もあったんで、まあ、その話をねした上でこうやっておのおのの道で頑張っていくことを決めました。大丈夫だな、セカンドシーズンでみんな会うでしょ、また最終日下克上。でもさ、そのノンタイトルの中での下克上っていうよりはさ、まあ、負けたけどさ、今後の人生で、まあ、その一人一人が今カドレかに負けないぐらいのさ成功を収めていきたいとね、みんな思ってます。なんかおのおのの力をつけて、そうでまた2年後新世界でみたいな、そんな感覚でます。出ますって言ったで、あのサータンのチャンネルでもここからキッチンの幻のスープになってしまったわけなんですけど、これのレシピを YouTube で上げていると思うんで、そのサータンのチャンネルもチェックしてみてください。お願いします。お願いします。お願いします。長松チャンネルを宣伝しといて。あと投資に興味のある方は長松チャンネルというタクヤ君の YouTube チャンネルもあるので、そちらも見てください。あとこういうインテリアに興味のある方、そして生活のライフスタイルに興味ある方はニコちゃんのチャンネルを参考にしてみてください。あとその謝罪方法に興味のある方、大輝くん見たい方は大輝くんのチャンネルを見てみてください。全員のチャンネルを概要欄に貼っておきます。そうですね、チームレッドを応援してくれた方はね、僕たちが勝ってほしいって思ってくれたんですけど、まあ結果負けてしまって申し訳ないっていう気持ちはありつつも、今後の人生を応援してもらいたいと思います。はい、今日はそんなところで終わります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイビー。